Good morning. おはようございます。ご機嫌いかがでございましょうか。今日アーサー・ホーランド、この景色を見ております。緑の、まあ、山々というか、絶壁というか、白い雲。さっきまで雨降ってて、今雨上がったところですけど、まあ、集落というか、海辺のそばにある漁師の集落、住居、今そこを通っております。比較的に湿度があるんで、雨が上がってますけど、また降るんではないかという気配とともに、気にせず歩んでおります。今日あなたに送りたいバイブルの言葉は、第二テモテへの手紙4章からの言葉です。パウロが語った言葉、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。必ず聞いたことのある言葉だと思います。バイブルを持っている方は、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。これはパウロが死ぬ前に、遺言のように語った言葉だとも受け止められています。パウロの中にどういう意識があったんでしょう。戦いという意識がありました。まあ、エペソの手紙の中でも、私たちの戦いは血肉よる戦いじゃなくて、もろもろの悪霊との戦いなのだとパウロは語ってます。私たちは己の我、自我との戦い、この自己中心病の我との戦いがあります。また世の富やいろんな誘惑との戦いがあります。その背後に操る霊との戦いがあります。その戦いを、救いの兜をかぶり、真理の帯を締め、正義の胸当てをつけ、そして信仰の盾、御言葉の剣、福音の備えを履いて彼は戦いました。ダビデがゴリアテと戦って、これは主の戦いだと宣言しながら戦ったように、彼は主の兵士として勇敢に戦った。ここに勇敢という言葉が出てきます。神は臆する霊じゃなくて、愛と力と慎みの霊を与えてくださっている。無論勇気を持って歩むには聖霊の働きが必要です。聖霊をあなたが受ければ力を与えられると、感動する力、行動する力、伝道、証しする力。またパウロには走るべき道のりがあった。私が道、真理、命、この主と共に歩む者。昔のクリスチャンたちは、あいつらは道を歩む者、ウェイ、彼らはウェイを持ってた。それは私が道だとおっしゃるイエス・キリストの道を歩む者たちだって。それを迫害してた彼が、私が道だとおっしゃるイエス・キリストにダマスコの土壌であって、彼は全く180度変えられ、悔い改め、主の器として用いられ、私たちが今手にする新約聖書の3分の2近くを、ある時は牢獄の中で書き残している聖霊によって、イエスが歩んだ道を彼も歩むわけですよね。愛と許しを語りながら、そして彼は信仰を守り通した。守り抜くべきものがあった。それは信仰。私たちの信仰をチャレンジすることがいっぱいあります。信仰がなければ神を喜ばすことはできません。
神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。義人は信仰によって生きる。信仰の創始者完成者イエスから目を離さないでいなさい。イエスは彼らの信仰を見て、こよあなたの罪は許されたと言われた。結局主は私たちの信仰を見ておられる。私たちには守るべきものがある。それは信じて仰いでいく生き方。主を喜ぶことはあなたの力だと。今日もう一度心の中に留めましょう。パウロは私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り抜き、信仰を守り通しました。生きることはキリスト、死ぬことは益。願わくばイエス様を見上げながら、今日の一日神の国と神の義を第一にしながら、全てのものが備えて与えられる神様が祝福を与えてくださる、この方をナンバーワンとして生きていこう、そういう志を持って歩んでみてはどうでしょうか。あなたの一日が素敵な一日となりますように。私たちはこれから越前に向かい、そこから石川県、そして金沢、富山と前進してまいります。 Have a good day.